私たちは中国のタクシーではないですけども、ウーバー的な乗り物に今乗っています。多分一般の方がですね、まあ空いてる時間を利用して事業者登録をしてウーバーみたいな形で、それで、WeChat の中にある、まあ、サービスで皆さんお客さんはそれをチェックをしてですね、予約をします。そうすると事業者登録したこの車がですね日本以内に到着するという形で、今現地の友達が手配してくれました。今から蘇州の街並みを見学に行きたいと思います。面白い。ああ、どうぞ。あ、ジョニーだぞ。前面有这个灯的。在那个在小区门口停一下嘛。往哪去啊？蘇州市の西北街を歩いています。この街は中国のオールドストリート、つまり昔ながらの街並みが残る地域として、中国国内外でも非常に観光客の多い名所なんです。今からこの街並みを散策してみたいと思います。